奏でる宇宙学シリーズ1周年の企画、そしてシリーズ100本目の記念企画としまして、 UFO に関するアメリカの特許の翻訳と解説の第3弾をお送りしたいと思います。これまで UFO の特許について2本の動画を上げました。 UFO の浮遊装置である管制質量低減装置、 UFO の推進装置である高周波重力波発生器というものなんですけど、要約しますと、まず管制質量低減装置は飛行物体の外壁の外側に局所的な真空変極を形成することによって、運動や加速に対する抵抗である慣性や重力を低減させられる装置でありまして、それによって超高速度での移動を可能にするということでした。また高周波重力波発生器は、要約しますと、2つの電磁場を発生させて干渉させることによって重力波を発生させ、その重力波を飛行物体の推進力として使うということでした。この装置の電気配線は室温超伝導 RTSC 配線であり、その室温超伝導の方法についても言及されておりました。これらは2本の動画にまとめておりますので、ぜひ合わせてご視聴くださいませ。では今回の特許の翻訳と解説に参りたいと思います。宇宙の女王であり宇宙のビッグボスである私チカコチブローズがお送りいたします。よろしくお願いします。まず特許名からいきたいと思います。電磁場発生器及び電磁場の生成方法というものでございます。特許番号は US10135366B2 でございます。特許の日付は2018年11月20日でございます。この特許の、認可された日というのが、一番最初に説明しました管制質量低減装置の特許が認可された日付とほぼ同時期でございます。特許の出願者は、これまでの2つの特許と同じく、アメリカ海軍の下で研究開発を行っていたサルバトーレ・パイス氏でございます。パイス氏はアメリカの航空宇宙エンジニア兼発明家でありまして、現在はアメリカ空軍に所属しております。では、まず特許の概要からご説明したいと思います。本発明は電磁場発生器及びそれに伴い必要となる電磁場を生成する方法に関します。電磁場発生器はシェル、静電発電機、動力装置、熱電発電機及び電気モーターを含みます。シェルには多結晶共有電性セラミック材料が埋め込まれておりまして、セラミック材料が強力な発電効果特性を示し、高周波振動を誘発するように分極されています。シェルには高周波振動下でガンマ線放出を誘発する放射線元素をさらに添加することができます。静電発電機はシェルを帯電させるためのものであり、シェル内に配置されております。動力装置は熱力を生成するためのものであり、シェル内に配置されております。熱電発電機は動力装置で生成された熱力を電気エネルギーに変換するものです。熱電発電機によって生成された電気エネルギーを動力源とする電気モーターは、シェルを高い角速度で回転させ、高周波数で振動させ、電磁場を生成します。では次に、この発明における背景、バックグラウンドをご説明したいと思います。地球の軌道を横切る潜在的に危険な小惑星、地球近傍天体は10万以上あり、そのうちファイルに登録され、モニターされているのは1万1000だけでございます。当然ながら地球は何度も影響を受けます。それは時間と状況の問題です。したがって、これらの潜在的に危険な小惑星の進路を変えたり、破壊するための効果的な方法が必要です。小惑星の進路変更には、現在いくつかの方法が提案されています。その中には、宇宙船と小惑星自体の双方に 20kV の電圧源を用いる静電トラクターを設置し、
生成された静電界を使用して小惑星をゆっくりと引きつけるか反発させるという方法もあります。また小惑星の近くに宇宙船を停泊させて一定の時間宇宙船の重力による引力が小惑星の軌道に影響を与えるようにする重力トラクターという方法もあります。提案されている他の方法には静電トラクター使用時に地球の磁場を利用して進路変更を後押しする方法や小惑星に白い塗料のペレットを噴射して青白くして反射率と光運動量を高くし太陽放射と結合をさせて十分な薄さにするという方法もあります。またたわみの速度論的方法も提案されております。この進路変更法は叱るべき大きさの宇宙機を小惑星の軌道に推進させ秒速 10km の相対速度で衝突させます。それにより小惑星の核運動量が増加し変更スピンが発生します。熱核弾頭が小惑星を破壊するために使用されるかもしれません。しかしそれは小惑星の断片化と熱核汚染をもたらす可能性があります。しかしこれまでに挙げた手法はどれも直径が約100メートル程度という小さな小惑星にしか効果がありません。またこれらのターミ法は望まれる結果を得るまでに10年から20年もの多大な時間を必要とします。ところで物質を制御しエネルギーを制御する4つの基本的な力として強い核力、弱い核力、電磁気力及び重力が知られております。このうち電磁気力は静止電荷は電解、静電を発生させ、移動電荷は電解と磁界の両方、つまり電磁場を生成します。さらに加速する電荷は横波、つまり光という形で電磁放射を誘発します。数学的にも物理的にも電磁界強度は電解強度と磁界強度の積として表すことができます。電磁場はエネルギーと運動量の両方の伝達物質として機能します。人工的に生成された高エネルギー電場は真空エネルギー場、つまり時空を満たす全ての場の量子論の変動の重ね合わせで構成される集合状態と強く相互作用し、それによって力と物質の場の統一という創発的な物理現象、言い換えれば革命的な物理学を引き起こします。場の量子論によれば、この強い相互作用は場の間における振動エネルギーの伝達メカニズムに基づいており、時空に浸透する隣接する場に局所的な変動をさらに引き起こします。これらの場は本質的に電磁場である場合とそうでない場合があります。私たちを取り巻く全ての物質は私たち自身も含めて量子力学的場における変動、振動及び振動の挙子的な集積物として説明することができます。したがって高周波数の軸方向スピンと帯電したシステムの高周波数の振動との結合というような特定の条件下では量子場の振る舞いの規則と特殊効果が挙子的な物質にも適用されます。この考え方に沿えば雷は嵐の雲の中で何百万もの漂流子が衝突することによって発生する挙子的量子現象として説明ができます。そのためかなりの電荷が発生します。雷は真空エネルギー場と局所的に相互作用する電磁場を生成する現象なのです。また超高周波数の軸回転と電荷を伴う超高周波数振動の同時結合は物理的ブレイクスルーの可能性を助長します。
このことは当特許論文に本発明の概念として明示しております。ちなみに力および物質場の統一は周知の概念で実現可能です。ちょっとここで解説したいと思います。量子力学で言及される1から3ナノメートル以下のミクロの世界では、重ね合わせ、不確定性原理、量子のもつれといった私たちが日常で住むマクロの世界とは異なる量子力学的現象が起こっております。しかし高周波数回転、帯電した物体の振動などの複数の要因が重なると、マクロの世界でも量子力学的現象が起こるようになるわけです。当発明はその複数の要因を発生させて、マクロの世界で量子力学的現象を起こさせることが原理の根本にあるというわけですね。量子力学的現象については量子コンピューターの動画で解説しておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。真空エネルギーフィールドの一部である量子真空プラズマをエネルギー源として利用する技術は NASA ジョンソン宇宙センターの技術研究チームによって大幅に向上しました。彼らの研究は量子真空プラズマ物理学における高周波無線やマイクロ波駆動の共鳴空洞量子エンジンの技術を含みます。ちょっとここで飲み物飲まさせてください。はい、お待たせしました。では当発明の要約に参りたいと思います。本発明の特徴は、大きな小惑星を軌道変更または破壊し、地球との衝突の可能性を防止するための方法及び装置を提供することです。本発明はまた他のタイプの物体を軌道変更または破壊することができます。本発明の目的は、対艦弾道ミサイル、レーダー回避巡航ミサイルなどの脅威から、陸海並びに宇宙空間における軍事資産を保護し、及び民間資産への侵入を阻止する防御シールドを生成するための方法と装置を提供することにあります。陸海ベースでは、巡航ミサイル、主力戦車へのトップアタックを防御します。トップアタックとは、戦車を上面から攻撃することです。戦車は前面の装甲が厚く、前面からの攻撃には強いのですが、上面の装甲は比較的薄いので、上からの攻撃には弱いという弱点がございます。本発明によって上からの攻撃の脅威を排除できるというわけです。宇宙ベースでは太陽フレアにより放出された大量の太陽大気コロナの影響を打ち消したり、対衛星迎撃システム ASAT から軍事衛星を防御します。さらに本発明により、現在行われている従来の手法よりも、はるかに高い出力レベルを有するエネルギー生成装置の設計が可能になります。本発明の概念がシールドとしてどのように機能するかを理解するために、身近な機器を用いた例え話をしましょう。急速に回転しながら完全に開いてから少し閉じるように脈動するアルミでできた傘を考えてみてください。この傘の半部は直流電流により帯電しています。傘に打ち込まれた矢やボルトは急速な回転と脈動が合わさった勢いだけではなく、帯電した半部によって提供される追加の電磁場誘導による衝撃のため容易に軌道変更されます。つまり傘を開いたところから微妙に閉じたところにガタ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 閉じたり開いたり振動させるわけですね。さらにぐる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 傘を回転させて、さらに帯電しているわけですね。というような感じだと、かなり強いエネルギーのシールドは張れるということでございます。では次に図面を使った説明に参りたいと思います。当発明の特許の図は4つございます。
ズー1は球形シェルを用いた電磁波発生器の断面側面図でございます。つまりこれ横から見た図ですね。図2は球形シェルを用いた電磁波発生器の断面底面図でございます。つまり下から見た図ということでございます。図3は半球型シェルを用いた電磁波発生器の断面側面図でございます。さっきは球だったんですけど、今度はシェルの部分がドーム状になっているということでございます。図4は円盤型シェルを用いた電磁波発生器の断面側面図でございます。つまりシェルの部分がディスク状ですね。では論文を呼び進めたいと思います。本発明の好ましい実施形態を以下に示します。電磁波発生器10はシェル100番、静電発電機200番、核分裂ペブルベッド型高温ガス炉動力装置300番、熱電発電機400番、および電気モーター500番を有します。つまり上から300、400、500と並んでいるということでございます。シェル100は高周波振動を誘発するように分極された多結晶共有電性セラミック材料が添加されています。セラミック材料は強力な発電効果特性を有します。発電効果とは物質に圧力を加えると圧力に比例した分極、つまり表面電荷が現れる現象のことでございます。1880年にフランスの物理学者ピエール・キュリーと兄のジャック・キュリーによって発見されました。弟のピエール・キュリーは1903年にノーベル物理学賞を受賞しており、妻はあの有名なキュリー夫人ことマリ・キュリーでございます。発電効果が使われている身近なものは、ガスコンロやライターの機械式の点灯装置です。スイッチを押したりひねったりすると、スイッチ内部の部品が圧電素子を叩き、この圧力により発生した電圧で火花を発生させ、ガスに引火させるわけです。発電素子はピエゾ素子とも呼ばれます。楽器のピエゾピックアップは演奏された弦の振動を弦に触れているピックアップが圧力の変化として捉え、電圧に変換するという仕組みでございます。シェルの圧電振動周波数をシステムの構造的枠組みの自然共振周波数から切り離すことが重要です。これを怠ると構造の完全性が低下し、システムが破壊される可能性があります。静電発電機200番はシェルを帯電させるためのものであり、シェル内に配置されています。核分裂ペブルベッド型高温ガス炉300は熱力を生成するものであり、シェル内に配置されています。熱電発電機400番は核分裂ペブルベッド型高温ガス炉300番によって生成された熱力を電気エネルギーに変換します。熱電発電機400によって生成された電気エネルギーは高速可変駆動電気モーター500に電力を供給し、シェル100が広角速度で回転し、高周波で振動し、電磁場を生成できるように入力電圧を供給します。ということで次はですね、各装置の具体的な説明に行きたいと思います。シェル100番、105番、110番は3つの型があるんで、100番、105番、110番。シェルはさらに高周波振動、高エネルギーのガンマ線を生成させる目的で放射性元素を添加することができます。例えばセラミックエポキシ複合材を埋め込んだアルミニウムでシェルを製造することができます。多結晶圧電セラミック材料から作られる結晶でできたモジュールです。好ましい実施形態では、このセラミック素材は分極されたチタン酸ジルコン酸源 PZT です。
動作中熱電発電機400番からの電圧は PZT 結晶モジュールに加えられ、シェルの機械的振動を生成し、結晶モジュールの固有振動周波数で出力電圧をさらに誘導します。最適な結果を得るには、シェルの内側を乾燥生成された6フッ硫化硫黄または窒素と二酸化炭素の混合物で約20バールに加圧させます。本発明の別の実施形態では球形シェル100番のセラミックアルミニウム複合材料にコバルト57、鉄57、または他の任意の放射性金属元素などを添加することができます。その結果、シェルの高周波振動はメスバウアー効果を誘発します。この実施形態は半球形シェル105番、円盤形シェル110番でも使えます。メスバウアー効果は前回の高周波重力波発生器でも電磁エネルギーの流れを増幅させる原理として登場していました。1958年にドイツの物理学者ルドルフ・メスバウアーによって発見され、すでに実証されている効果です。ルドルフ・メスバウアーはこの功績により1961年にノーベル物理学賞を受賞しております。このメスバウアー効果とは、原子核がガンマ線放射し、もう一方の同じ原子核がそのガンマ線を共鳴吸収する現象のことでございます。メスバウアー効果を得るのに最も都合の良い物質は、この項で触れられている鉄57とされております。メスバウアー効果は極めて鋭敏な窮地の高い共鳴効果であり、放射線源または吸収体のわずかな相対運動によって共鳴吸収現象が起こらなくなるというデリケートな現象でございます。つまりメスバウアー効果をいかに持続させるかが本発明のポイントの一つであり、その方法は講述されております。好ましい静電発電機200はペレトロンタイプであり、改良されたヴァンデグラフ気電機です。ヴァンデグラフ気電機は1929年にアメリカ人物理学者ヴァンデグラフによって発明された静電発電機の一種であり、力学的な仕事を電気エネルギーに変換する装置です。皆さんもご覧になったことがあると思います。科学館などでよく見かける静電気生成の実験で行われる装置のことでございます。ペレトロン発電機では、帯電ベルトが金属ペレットまたは絶縁リンクで接続されたプレートでできたチェーンに置き換えられ、電解の影響を受けてその金属プレートが帯電します。この方法で最大50kV の直流電源を使用すると30MV の電圧を得ることができます。熱電発電機400番に熱力を提供する核分裂ペブルベット型高温ガス炉300番は安全でコンパクトなパッケージにテニスボールサイズの小さなウランボールを燃料として使います。熱電発電機はシステムで必要な1-10MW の電力を供給します。核分裂ペブルベット型高温ガス炉300番はヘリウムで冷却されています。加熱されたヘリウムは熱電発電機400番に熱力を提供することで冷却する閉鎖系のシステムです。ではペブルベット型高温ガス炉について説明したいと思います。まず高温ガス炉とは超高温原子炉の一種でございます。従来の原子炉と比べて炉心融解しにくい、暴走しにくい、爆発性がない、侵食性がない、メンテナンス性が良い、放射化の影響が小さい、使用済み核燃料が少ないなどのかなりのメリットがございます。逆に目立ったデメリットは大型化できないというくらいで、 UFO や宇宙機などに積む場合は小型である方が望ましいですから、
当発明で用いる場合には事実上の問題はほぼなくメリットだけということになります。この高温ガス炉のうちペブルと呼ばれるテニスボールサイズの球形の燃料を使うものがペブルベッド型高温ガス炉と呼ばれます。当チャンネルの UFO の原理シリーズの最初の動画である TR3B の解説動画では発電に原子力を使うと解説したとき、原子力発電なんて1世紀も前の技術をなぜ最新鋭の TR3B に用いるのか疑問を抱きましたが、このペブルベッド型高温ガス炉だとすると合点がいきます。本発明ではこれらの発電機などの構成部品を効果的にモジュール化および小型化することが不可欠です。ラピッドプロトタイピングや 3D プリントなどのコンピュータ化された積層造形技術の最新の進歩によって実現が可能です。このラピッドプロトタイピングをご説明したいと思います。ラピッドは皆さんが通勤の時に目にするワードですね。快速電車の英語表記がラピッドで高速という意味です。プロトタイピングは試作という意味ですから、ラピッドプロトタイピングは高速で試作することを目的とする製品開発で用いられる手法のことでございます。ラピッドプロトタイピングでは積層造形法と呼ばれる製造手法が用いられます。製品の3次元 CAD データをスライスし、薄板を重ね合わせたようなものを製造の元データとして作成し、それに粉体、樹脂、合板、紙などの材料を2次元加工することを繰り返し、造形積層して試作品を作成します。こう言うと難しそうですが、ざっくり言えば 3D プリンターのことでございます。では次に電磁場生成器の3つの型について触れたいと思います。本発明は宇宙、海、または陸上の環境で適用されます。シェルには球形、半球形、円盤型の3つのタイプがございます。図1と2で示す球形シェル100番は宇宙で装置を使用するときに使われる型でございます。図3で示す半球形シェル105は海で装置を使用するときに使用される型でございます。図4で示す円盤型シェル110は陸で装置を使用するときに使用される型でございます。ということで次はですね、半球形と円盤型タイプ、つまり海で使われるタイプと陸で使われるタイプの詳細についてご説明したいと思います。その前にちょっと飲み物を飲まさせてください。はい、お待たせしました。では半球型、円盤型タイプの詳細についてご説明したいと思います。図3と図4に示すように陸および海で使用するタイプの好ましい実施形態では、シェル105、110の外側に線形突起125を有します。この突起の幾何学的形状はメスバウアー効果と圧電効果を融合させることができ、これとシェル105、110の高周波振動が相まって生成される電磁場強度を大幅に増幅することができます。つまり本発明の線形突起の形状がメスバウアー効果の持続に大きく貢献していると考えられます。動作中、線形突起125のすぐ近くでは静電気の影響を受けて空気がイオン化します。電磁場発生器によって生成される電磁場はイオン化した空気を加速させ、コロナ風、イオン風を誘発させます。このコロナ風は周囲の中性空気を巻き込んでさらに増強されます。イオン化された空気と中性空気が混合され回転してサイクロンプラズマが発生し、シェル105、110の外側にシールドが作られます。前述の要約の項で触れられていた防御についての具体的な方法がここで述べられているということですね。
量子真空プラズマ QVP はプラズマ宇宙の電気的接着剤です。装置によって生成された電磁界が最も強い領域では QVP との相互作用がより強力であるため、存在する QVP 粒子の誘導エネルギー密度が高くなることがポイントです。これらの QVP 粒子はシステムの周囲に追加のシールドを形成し、シールド効果を強化します。陸用及び海洋システムの場合、核分布列ペブルベット型高温ガス炉300はガスタービンエンジンに置き換えることができます。また実行可能な任意のタイプの動力装置に置き換えることもできます。つまり陸用と海洋は宇宙用のシステムよりも高い熱力エネルギーを必要としないということです。これはシステムの使用用途の違いによるものだと思います。では次に球形タイプの詳細をご説明したいと思います。宇宙で使用する球形タイプは図1と図2に示すように球形シェル100内のすべての部品を取り付けるための支持構造101を有します。核分裂ペブルベット型高温ガス炉300、静電発電機400および電気モーター500は支持構造101に環状に設置されています。焼き鳥みたいな感じで並んでいるということでございます。支持構造101は低摩擦時空気102を介して球形シェル100内に取り付けられており、支持構造101は支持構造に取り付けられた部品とともに球形シェル100内で独立回転することができます。低摩擦時空気102番というのはベアリングのことでございます。それからですね、実際に回転するのは支持構造101番の方ではなく外側の球形シェルの方でございます。地球儀のようにぐるぐる回るということでございます。電気モーター500はその駆動シャフトを介して球形シェル100内に直接取り付けられた十字型の支持フレーム103に機械的動力を与えます。球形シェルは支持フレームにこの4箇所で直接くっついているわけなので、シェルもぐるぐる地球儀のように回るということでございます。好ましい実施形態では支持フレーム103はグラファイトとカーボンナノチューブが密に詰まった網状組織、または炭素強化グラファイトエポキシ複合材料など高い高負荷強度を有する非導電性材料から作られます。つまり電気を通さなくてすごく硬い物質ということでございます。当発明の宇宙で使用する球形シェル100は小惑星などのターゲットに当装置をガイドするための補助推進ユニットを追加することができます。補助推進ユニットは科学的、原子的、または実行可能な任意のタイプの推進ユニットです。この補助推進ユニットはファラデーゲージに収めることができます。ファラデーゲージとは導体で作られた籠や器のことで、内部には電気力線が侵入できないため外部の電波が遮られます。自動車に雷が落ちても車内の人が感電しないのは金属でできた自動車がファラデーゲージの役割を果たしているからです。電磁波発生器はその名の通り強力な電磁波を発生させるわけですから、それを運ぶための推進ユニットに生成された電磁波の影響が及ばないようにファラデーゲージで推進ユニットを囲ってしまうということでございます。球形シェル100は回転するのでジャイロ効果を発揮し、補助推進ユニットが誘導される際にこのジャイロ効果を利用できます。動作中、システムによって生成された高エネルギー電磁波は真空エネルギー波と強く相互作用し、そして時空を局所的に破壊します。真空エネルギー密度への寄与は量子真空ゼロ点変動、
量子色力学におけるグルーオンとクォークの凝縮、ヒッグス場、超対称性から生じるその他のまだ発見されていない場によってもたらされます。さて、論文の骨格からは数式を使った説明が中心になります。高等数学をご存知でない方にはちんぷんかんぷんなので、数式を使って言いたかったことの結論だけ取り上げたいと思います。本発明の概念を用いれば、球形シェル100の半径を2メートルとして毎分3万回転させた場合、10の24乗ワット毎平方メートル以上の非常に高い電磁場強度値を生成することができます。これは単位面積あたりのエネルギー流量を示す数値です。しかもこの値はそれを増幅する量子真空プラズマ QVP の相互作用を考慮していません。さらにこれに10の9乗から10の18乗ヘルツの高周波数の振動を加えれば、10の28乗ワット毎平方メートルものさらに非常に高い電磁場強度値を生成することができます。これらの非常に高い電磁場強度値は当発明の概念の目新しさを強調しており、特に地球に差し迫った小惑星などの軌道変更に適しています。量子真空場の変動の重ね合わせの高エネルギーとの強い局所的相互作用は高度の真空エネルギー分極を達成することができます。力と物質の場の統一は量子真空プラズマ QVP と真空エネルギー場が非常に強い相互作用を引き起こす当発明で実行可能です。これらの相互作用は帯電したシステムの超周波数軸回転と超周波数振動が同時に起こることによって引き起こされます。本発明の最も斬新な点は、球形シェルタイプでは図1に示すように電磁場発生器10の全ての構成要素が球形シェル内に収容されているため、シェル表面に生成される電磁場が構造による影響を受けないことにあります。この結果、生成された電磁エネルギーはシェルの表面には蓄積されず、電磁エネルギー流速密度の全てがシェルの外側に向けられます。これによって地球に迫り来る小惑星などの物体にめがけて最大限の磁気エネルギーを放射し、物体の運動にたわみを生じさせることができます。この方法で10の10乗キログラムの小惑星を質量がたった10の3乗キログラムの迎撃宇宙機で軌道変更させることができます。以上が当特許の論文でございます。ここからは私近子の考察に参りたいと思います。当発明では3つの型のタイプ、つまり宇宙空間で使用される球形シェル、海で使用される半球形シェル、陸で使用される円盤形シェルがありました。これらは使用用途によって次の2つに分けられるようです。一つは小惑星などの障害物を破壊したり軌道変更させるための球形シェル。もう一つは防御シールドを形成するための半球形シェル、円盤型シェルです。いわば攻撃型と防御型が同じ原理の装置で行われることが面白いと思います。この特許論文では攻撃の対象はあくまでも地球に差し迫る危険な小惑星などでしたが、小惑星を排除できるほどの強大な破壊力を有するわけですから、これを搭載した UFO はとんでもない戦闘能力を備えることになります。そして一方、防御シールドの方もかなりの能力を備えることになります。SF でよく出てくるバリアにイメージがとても近いと思います。そしてこれが今回の発明で最も私が感じたことなのですが、これまでに解説した2つの装置、感性質量低減装置、高周波16波発生器と比べて電磁場発生器は実現性が高いと思いました。
TR-3B は宇宙人が地球人にプレゼントしてくれた技術で作られているという噂を耳にしますが、特にこの電磁波発生器は地球人がネイティブに持っている論理や技術をもとに製造が可能なように思われます。ということで今回はここまでにしたいと思います。UFO に関するアメリカの特許はまだありますので、チャンネル登録をして続編の解説動画をお待ちくださいね。